ソフロニティス属ソフロニティスは、卵化の植物の分類群。洋蘭として扱われるものの一つで、現在ではカトレア属に含めるが、この名も流通している。全体にカトレア属とよく似ている。植物体は小柄で、全体に角質で硬い。補服系があり、その上に密に西球形があり、その先端に一枚の葉を持つ。花は、外花比はやや幅狭く、 新弁は先に向かって広がるが、基部では左右の円が巻いて筒状になる。側弁は大きく広がる。全体としては、下皮は平らに広がる。色は、種として赤。額前は、ソフロンに由来する。これは、薬が、随重の翼に隠れることに由来するという。ブラジルに産し、多くは、標高1000メートル以上の森林で樹木か岩の上に、着生する。 小柄な洋蘭の原種として栽培される。特に、コクシネアダネは著名である。また、カトレア類の後輩親としてもよく用いられた。これもコクシネアが種として用いられた。これはこの属の花の鮮やかな赤を持つ品種を作出することを目的として行われた。カトレア族や属など、カトレア類では、このような色を持つものは、ごく少ないからで、実際に、 その後輩品には、大色や黄色など、その影響を見せるものが、数多い。それらはこの属の名を取って、ソフロカトレア、ソフロレリオカトレアなどの属名を、与えられた。ただし、下記のようにこの属自体が消えるため、その名も改められることになる。この属に記載された種数は6から7程度で多くない。いくつかは、国シネアのシノニムとして処理された。ただ、その後に、 ン歌の分類が分子系統の情報などから見直され、この類も大きな変更を受けた。まず、レリア族レリアの多くの種がこの属に移され、さらにその後はそれらを含むすべての種がカトレア族へ移され、結果としてソフロニティス族は消えることになった。したがって、現在ではこの属名は正式には存在しないことになる。しかし、復活しないとも限らず、また、 現実的には、園芸の分野では、未だにその名で流通している面もある。以下に代表的なものを挙げておく。ドバシ P199。ありがとうございます。